気候なチャンネルをご覧の皆様、はじめまして、みんなの元カノあずあずこと藤田あずさです。ということで始まりました、登竜門。はい、この番組はですね、新人発掘バラエティ番組ということで、大先輩のお二人が新人の私に対してアドバイスをしていただけるという企画になっております。ということで本日は気候な加古川店さんにお邪魔しています。はい、今日はね、結構降水確率が 99% で出てたんですけど、晴れました。やった。結構いつも晴れ女パワーで晴れさせているので、帰りもね、泣いて帰らないように、心晴れた気分で帰れるように頑張っていきたいと思っております。そしてまだね、来店イベントとかも始めて3ヶ月、4ヶ月くらいなので、たくさん先輩方にアドバイスをいただいて成長して帰れたらなと思ってます。お願いします。一人で大丈夫なんですか。どうでしょうか。いやいやいや、もうちょっと完璧すぎて、言っていいですか。完璧すぎて。やった。何も言うことないですよね。我々よりオープニング上手いじゃないか。いやいやいや、あんなに始まる前緊張されていたのに。そう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 、めっちゃ震えてます。全然全く。しかも俺はもう努力家だなと思ったのが、はい、降水確率とか話すこと全部準備してるんだなと思って。いやいや、本当に素晴らしい。ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。いや、用意してくださったんですね。完璧ですね。よかったです。はい、まあ、いろいろとね、はい、藤田さんの人となりは、はい、まあ、打ちながら聞いていきたいとは思うんですけども、はい、楽しみです。まあ、とにかくやっぱパチスロが好きなんだなっていうのはもう伝わってると、伝わってますね。ありがとうございます。思いますんで、はい、はい、もう行きますよ、この完璧なオープニングを胸に。完璧じゃないですか。完璧だから俺らが何か言うことは、何もない。そう、打足になっちゃうと思うんで、一応じゃあ、はい、打つ前に一つだけ、はい、これみんなの元カノ、はい、付き合った記憶ないんですよね。あ、そうなんですよ。なんか皆さん別れた後記憶障害になっちゃうっぽくて。記憶障害。はい、じゃあ僕とも付き合ってた経験が。そうなんですよ、付き合ってたんですけど。なんて思い出せないんだ俺は。え、そんな思い出してください。多分徐々に、触れ合ってるうちに思い出してきます。今日思い出せるかもしれない、はい、本当ですか。思い出していきましょう。じゃあ僕はもう今日は罰のことはもういいです。、はい、付き合った頃の思い出を思い出すために僕は出たいと思いますんで。解雇しましょう。これなんかきっかけあるんですか。そうですね、なんか結構自虐は入ってるんですけど、はい、誰かの一番手になることがなかなかなくて、二番手になる。どんだけ自分を低空飛行からスタートさせる気なんですか。ちょうど二番手三番手になることが多いなっていうところと、なのでなんか今かなだよって言うと、え、別に俺今好きなやついるしってなるじゃないですか。いや、今かなだよって言われたら、でも本当にってなるの。嬉しい。元だったらいてもいいかってなりません。まあ、元ならいいかみたいな。いやいやいや、贅沢すぎます。それは贅沢すぎる。さすがに。なんか元カノに似てるねって言われる回数が人生でめちゃめちゃ多くって。なるほどね、それでみんなの元。はい、いろいろとこう掘り下げたら、掘り下げたいですね。めちゃくちゃ面白いエピソード出てくると思いますんで、はい、この後、はい、我々もしっかりその中で評価させていただきますんで、はい、お願いします。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、今日はあれなんですよね、はい、ちょっと渋滞にはまっちゃって。そうなんです、ね、ちょっとスタートがそうぬるぬるっと始まってる感じです。ぬるぬるですね、ほんとに。藤田さんが、はい、打ちたいっていう台が取れるか分かんないってことなんですよ。そうそうなんですよ。あと入ってみてですね。いや、そうですね、はい、絶妙な台ですもんね。絶妙な台ですよね。信頼だから、はい、でもね、今日さっきちょっと常連さんとお話しさせていただいたんですけど、なんか常連さんたちは4台設置の機種を狙うんじゃないかっておっしゃってたんで、はい、多分もしかしたらいけるかも。そう、俺は方向音痴なんでついてきますんで、よろしくお願いします。私は本当に方向音痴で。え、本当ですか。そうなんですよ。さっき教えてもらったあの入り口の場所が合ってるかどうかもまず。確かにそれに。そうですよね。すって右。すってすすすですでいけます。おはようございます。お願いします。あ、
まっすぐですね。カウンター側の入り口でした。危ない、教えていただいてたのと違う入り口だったからびっくりしちゃう、本当に。わかんないですか。おはようございます。開いてる。あ、開いてた、よかった。どうしましょう。ちょうどバッチリじゃないですか、こんな感じ。いや、もうお好きなところ選んでください。好きなところでどうします、はい、今日めっちゃ出てるんじゃないですかこれ。はい、あ、でもすごい回数ついてて、怖い、昨日出てる台怖い。はい、まあまあ、あとはもうやるだけですよ。やるだけ、気合いで。ございます。取れましたね。取れました、よかった。はい、ということで、新台の源さん3台取れました。頑張ります。今回ちょっと特殊な感じで、まず、まあ、家庭的な部分あるのかなっていうところで家庭力で、あとはですね、すごく調べることがお好きなのかなと思ったんで、結構オタク要素強めなんじゃないかなということで、オタク度、パチスロ好きってみんなパチスロオタクなんで、まあ、そこに共感が持てるかどうかっていうのを見ていきたいなと。で、最後はですね、やっぱりあの歌とかも歌われてたみたいなので、歌唱力、これいつかですねパチスロ台の楽曲を歌う可能性すらあるんじゃないかなと思ってますんで、ある意味もうメーカーさんにどうですかっていうような、そういったきっかけになればいいかなと思ったので、歌唱力、この3つ多分ですね普段はあんまり選ばなそうなところをあえて今回採点項目に選ばせていただきました。内面を掘り下げていきましょう。はい、ということで私の、3つの採点項目は、明るさ、セクシー度、そして引きを選ばせていただきました。まあ、前回引き続きなんですけど引きを選ばせていただきました。で、一つずつ説明させていただくと、明るさ、これはですね、まあ、パチスロ打ってると辛い展開になることは、まあ、1回2回は訪れると思うんですけど、ハマったりとかしてやれなかったりとかで辛い展開があると思うんですけれども、その展開でも明るさを失わずに暗くならずに実践できるかどうかっていうポイントを見たいなと思います。そしてセクシード、皆さん藤田さんの X をご覧になってございますか。素晴らしいプロポーションをお持ちなんですね。で、今日も衣装もなんか私服なのか衣装なのかっていうすごい際どい感じ、もう私は絶対に持っていない服をお召しになられているので、まあ、それはちょっとパチスロ打ってるとね、なかなかわからないかもしれないですけれども、実践中でもそのセクシーさをアピールできるのかなっていうところをちょっと見たいなと思います。そして、最後は引きですね。ここぞというところで、まあ、決められるかどうか、もう私は決めてこれなかったタイプの人間なんですが藤田さんはなんか持ってるんじゃないかなって思うので、引きにすごく期待をしております。ということでこの3つを選ばせていただきました。僭越ながら私も採点させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは早速スマスロ大工の源さん、超無限打っていきましょうか。よろしくお願いします。こういう動画に出られるのは初めてです。初めて、はい。動画自体は結構見たりは、準備とかしながらつけて。なるほど、流しにする、はいはい、すいません、もう本当に好きな人のやり方ですよ申し訳ない。いやいや、全然すいません、私初打ちでございます。私もです。あ、一緒ですね、はい。まあ、僕も1回しか打ったことないんですけど、はい、結構面白いなって思ってて、楽しみ。今なんかここが光って、なんかリールがぬるっと、はい、ぬるっと、まるで今日の我々のようにぬるっと止まることがあって、はい、これが一応今リプレイなんですけど、これで外れだったりするとボーナス当たったかもよみたいな試算が。なるほどです。はい、ボーナスはレア役からしかいかないですか。いや、そんなこともなくて、そんなこともなく、はい、あのレア役以外からの当たりに結構設定差があるんです。なるほど、はい、なんで何も引いてないのに、まあ、前兆行って当たるっていうパターンが多ければ多いほど高設定の期待が高まります。え、ちょっと最初にいいですか、なんてお呼びしたらいいかなと。だいたいアズアズって呼ばれる方。アズアズいいんですか。お願いします。アズアズ、え、マリアさん。あ、マリ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 呼ばれたことないやつ来た。なんとでも呼んでくださって本当大丈夫なんです。僕もあの昔あのお店のお姉ちゃんにタムタムって呼ばれたんでタムタムでいきます。タムタムとアズアズとマリマリ。俺だけ全然原型とどめてないんですけど、まあ、アズアズは普段も、まあ、パチスロなんか打ってるのをそのポスト
したりとかもしてるのはちょっと拝見させていただいたんですけども、 ありがとうございます、はい、結構好きそうだなと思って見てたんですけど。そうなんですよ、はい、なんか結構周りからも新井大が好きだねって言われてて。そうなんだ、新井大が。ジャグラーとかは、うん、もう30分とか1時間とかの時だけやる。はい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 、もう熟練者の動きですよ。ちょっとすごく一緒です。はい、もうなんかあの朝お会いした時から、はい、好きな台を何台か聞かせてもらったじゃないですか。はい、え、全部ドンピシャで、なんかもう、あ、ちょっとなんか、なんかでもなんか来た。なんか来ましたね。なんかそうですよね。はい、え、あ、またレア役。レア役だ。おー、チャンス目。おー、チャンス目。はい。ゲンさんは、パチンコのゲンさんは好きだったんですか？ゲンさんは、最初の頃めちゃめちゃゲンさんばっかり売ってたんですけど、はい、なんか、じれったいというか。はい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 、はい。思わせぶりばっかりしてくるんで。なるほど。やめちゃいました。お、はい、これが前兆ステージです。前兆。はい、で今も出てたんですけど、あの、はい、ぬるっと止まるやつが出れば出るほど本前兆の期待、要は当たる可能性が高くなるんで。なるほど、はい、出るか出ないか結構重要です。この光るのは何か意味があるんですか？あ、これもですね、いろいろ状態を示唆したりとか、あとここにサメとかが出たら4以上とか決定差が出ることもあります。結構ちゃんと見てないと。そうですね、まあ、色が変わるほど機械がアップで。これは何を引くと上がっていくんですか？これはもう本当当たってるかどうかで上がるかどうか決まってるんで。あ、なるほど。で結構当たる時ってもっとキュンキュン上がっていくんですよ。あ、だからちょっと今のところお父さん緑文字ですけど思わせぶりな可能性はあります。あ、出たゲンさんの思わせぶりな。思わせぶりな。おお、でも赤文字だ。もう多分当たります。で一応前兆の終盤でぬるっと出たら本前兆確定になるんで。あ、もう勝ってる。勝ってるというか、そっか、この演出に行かないんですよ普段。あ、なるほど。要はロングリーチみたいな演出行って当たることがあるんで、ショート行った時点で多分激アツです。なるほど。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。49ゲームで素晴らしい。頑張れ。まあ、結構ねレギュラー比率高そうなんで。なるほど、はい、初打ちなんでなんかただのレグ中もドキドキしますね。あ、いいですいいです。新鮮な気持ちが。これもデフォですね。これデフォですね、はい、じゃあこの後ですか？この後です。この後がドキドキの。ここが32ゲーム。32ゲーム。そう、ゲンゾーンというレンチャンゾーンで。で、一応演出も実は2つ選べて、はいはい、これが普通のパターンで、はい、完全告知のやつもある。あ、そこもゲンさんっぽい。ゲンさんっぽい。お、赤。お、いいでしょ。あ、ジャックチェー。ジャックチェー。なんかいっぱい、え、お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 、当たった。素晴らしい。一応初当たりから大体 50% ぐらいで天国行くんですよ。ただもしかしたらその弱地で自力で当ててる可能性もあるんで。なるほど、弱地で当ててる可能性が、はい、おめでとうございます。おー、びっくりやった。素晴らしい。お、しかもこれ黄色なんで、はい、これ BB がランクが4段階あって、はいはいはい、まあ、今これ2以上です。ランク2以上で、ランクがいいほどそのリールロックしやすくて、リールロックした時にフリーズすれば AT 入るんで、はい、なるほど、はい、目押しがちょっと不安だって言ってましたけど、しっかりバー狙えてるんで。あ、本当ですか？全然大丈夫だと思いますけど。子役もこぼしてない。こぼしてない。そうなんです、あの本当に目押しを鍛えるためにリスクアップを買ったんです。実機をお家にあるんですか？はい、いやもうガチ実機じゃないですね。ね、なんですけど、はい、やっぱビッグ引かないと目押しのパートが来ないので、はい、今のピンクパンサーの実況買おうかね。でも買いすぎなの。もう普通にコレクターじゃないですか。ディスクアップ、はい、実は通常時から目押しの練習できるんです。そうなんですか？はい、ですか。あの基本的にディスクアップってバーでも赤7でもいいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと特殊な条件かは除いて、外れの時って絶対押したところに
基本ビタで止まる、子役が立ってないと。だからそれ分かってるとこうずらして練習したりとか通常時から。あ、なるほど、自分でわざと、はい、なるほどなるほど。そうなんちょっと私まだ実機処女実機処女はい。なんかジャバミが出た時に、はい、あ、はいはいはい、あれ目押しできたらめちゃめちゃ勝てるじゃんと思って、はい、それで燃えました。あ、でも極めたい。なるほど、はい。お、ダンとゲンはどっちだったかな。調べます。弱ですかね。です。あ、そうだ、弱。設定弱。すごい。もう何も言うことないっすわ。言うことない。はい。女の子2人が。そう、小読みと美香だと今日なんですよね。はいはい、すごい。だからもうあれですね。もう俺らが口を挟むことなく成立しそうな気がしてきました。いやいやいや、でも全然全然。お願い。ああ、やっぱ来ましたね。すごい。なんか俺ガセったことないぐらいの勢いなんで。完全告知気持ちいいですね。完全告知気持ちいいですよ。めっちゃ気持ちいい。うわ、かわいい。はい、おー、絶好調。あ、青です。青です。青は1ですか。青は1以上なんで。あ、以上。はい、来ました。全長ステージ修行モード。あとは低速滑り出れば出るほど。出ればいいな。青に変化します。基本的にもう連続演習中、最後のジャッジ演習に低速滑り出たらもう確定なんで、はい、これ黄色超えたらめちゃめちゃ熱いですよ。あ、超えろ。あ、超えた、はい、あのガセの時ほんと黄色以下で終わるんで。来た、緑です。赤まで行ったらもうほぼもらいです。ほぼもらいまで行こう。ほぼもらいまで。さあ発展です。緑で発展。お、なんだ、なんかすごい白、モノクロです。え、なんかモノクロですモノクロ。ここはね、導入はモノクロなんです。あ、導入はモノクロ。ハヤテの演出はあんま強くないので。あ、もしかしたら強中からとかだと緑ぐらいまで行っちゃうのかもしれないですね。強いレア役だから。しかもないです。ちょっと怪しいです。これちょっと怪しいですね。かなりかなり押されてます。あ復活なし。なすいません。いやいや、謝ることではない。不甲斐ない。そんなこと言ったら俺何もないです。はい。お、これスイカからチャンスボン行くかも。おお、あ、行きました。お、はい、一応スイカは規定回数でチャンスボンやってるんで、はい、3の倍数回がチャンスなんです。多分3回目かな。え、5ゲーム。はい、告知発生でボーナス確定。期待度的にどれくらいあったりしますか。 50% ぐらいあったんじゃなかったかな。あの 50% 外しても生き残れる業界ですよってお伝えしようと思ってたんで。おめでとうございます。置いてかないでください。ごめんね、マリアちゃん。実践上だけど、はい、ハマればハマるほど BB ランク高くなりやすいっぽくて。なるほど。あ、じゃあ救いはありますね。救いはあります。ビッグでした。おお、初当たりビッグ、嬉しい。あとはもうマジ色だい。青か。完全告知、やっぱりよりドキドキしますね。ドキドキする。ドキドキが。結構こういうシンプルな告知の方が好きです。あの、思わせぶりなことされるよりは。あ、やだ。あの、一つ気になってたんですけど、なんか過去にそういうなんか辛い恋愛でもあったのかぐらい思わせぶりを憎んでますよね。何か辛い経験が終わりなのかなとは。なんかね、ちょっと影を感じてしまうぐらい思わせぶりな。あと思わせぶりな。あの、今カノじゃなくて元カノっていうところも。なんか辛いことあったのかなって心配になっちゃうんですけど。なんか察しろってことらしいです、皆さん。何かはあったっていうことでいい。あ、単純にそんなことやっちゃう。終わっちゃいました。終わっちゃいました。で、万が一ボーナスが単発で抜けちゃった場合は、はい、あの、天井が600人短縮されるって一応救済があって。え、朝一もですか。朝一も。朝一、はい、ありがとうございます。半分超えました。あとあとは、はい、こっちの、まあ、業界でじゃあ例えば番組やりますとか、はい、
なんか仕事になった場合どういう感じのものがやりたい？え、でもやっぱり一人は孤独じゃないですか。はい。なんか一人は孤独じゃないですか。使うワードがなんかちょっと影を感じますよね。影を感じる。そして冷静に考えると一人は孤独じゃないですか、当たり前じゃねえかみたいな。いや、でもなんか周りに誰かいてくださった方が頑張れる気がします。確かに共演者さんがいた方が確かに頑張れますよね。じゃあ共演者さんは例えば男性がいいのか、はいはい、女性がいいのか。え、でもやっぱりなんか混ざってる3人とか4人とかで混ざってる方え、大丈夫ですか？あ、いていただいてぜひ。いていただいて。すごい、あの気づかれるまで間があった方がいい。かなりの女酒をかけていただきましたけど。今後、はい、3人以上、なんか2人っていうよりか3人以上の方が、大人数の方がいいってことですね。はい、なるほど。じゃあ今みたいな感じで。あ、そうですそうです。あの次萩ファミリアさんとかも、その、はいはいはい、あのなんかワイワイ感というか、ほのぼの感というか。ちょっともう完璧すぎてどうしましょう。どうしましょうね。もう俺たちの心まで掴みに来てますから。心を掴まれて、はい、もう本当に採点なんてとんでもないみたいな感じになっちゃってますけど。でも結構自分で来店イベントとかでも打ち込んじゃうんですよ。はい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 。なんか初の来店イベントの時がちょうどからくりサーカスが出たばっかりの時で、はいはいはい、私の代だけ全く出なくって、うん、はい、ギャラ以上に突っ込んで、はいはい、え、初めての来店時点で、はいはい、ぐらい打ち込みたくなっちゃうんですよね。なんか何も引けなさすぎてみたいな。タイプなんですね。はい、マリアちゃんは、はい、その一人でやる番組とそのみんなでやる番組だったら、まあ、あんまりその言いづらいかもしれないけど、個人的にはどっちが好みだったりするの？なんか私人見知りがすごくて、うん、やっぱコミュニケーション取ることが苦手なんですよ、はいはい、特に初めましての方とかだと、はい、なので一人の方が楽だったりしますけれども、うん、もうあのすごいですね。もうこれなんですよ、やっぱこの忖度力、すごく大事です、忖度力が。でも、大事じゃない、大事じゃない。あの、アズアズが大正解、マジで大正解なんですけど。でも私も人見知りなんで、どうですか、話しかけてもらわないと喋れないんですよ。はい、一緒です。人見知りなのに、日本総元カノ、はい、確かになんですね。あの、一対一は得意なんですよ。あ、なるほど。複数人はちょっと、はいはいはい、たたり1は、いやでも、はい、苦手なのにみんなで番組やりたいんですね。そうですね。でも分かります、なんとなく、なんか一緒、はあはあ、同じ匂いがする、すごく、はあ、なんか似てるかもしれない、2人は。私も大人数ちょっと苦手、はいはい、忘年会とか苦手なんです。あ、分かります。俺もあのめっちゃ人見知りなんです。本当ですか？誰も信じないんですけど。本当ですか？本当ですよ。もう美容室行くのも緊張するから。はい、そういうことなんですか？自分で、じゃあ自分でバリカンで戻る。そういうことなんですか？俺苦手なんですよ。でも確かに人見知りからしたら美容院って本当にハードル高くて、高い、はいはいはい、話しかけられるの嫌なんですよ。いや、わかります。わかる。もうすごい嫌な。だから私もカラー中、うん、あのイヤホンの中にして、はい、動画見てます。マジですか？はい、美容院とネイルがハードル高いです。あ、ネイルね、うん、なんかすごい強い。ネイルの動画見てます。あ、ケンチャル来た、来た、ケンチャル入りましたね。5ゲーム、え、さっき引いてましたもんね。引いてました。 50% ですか？ 50% のはずです。一応確認しておきましょうか。あ、でもやってください。あずあずはいけそうだよ。頑張れ。引きたいですね。約 50% です。約 50%。 この間がいいっすね。これめっちゃいいですね。めっちゃいい。大好き。結構長めですもんね。長め。あ、でも思わせぶりのやつ。思わせぶり。あ、やばいやばい。思わせぶりのやつ。やめ落ちしちゃう。やめ落ちしちゃう。ダメ。やめ落ちしちゃう。思わせぶりやめてあげて。思わせぶり本当に。本当ダメだよ。ちゃんとブラックしないと。本当に思わせぶりはほんダメ。お願い。あーやあ、危ない。追い込まれてる。あずあずが危ない。おあ、やった。思わせぶりのさらに思わせぶりで当たりが出ましたね今。そうだ。もう。ダメと見せかけてあるんだね、第2で。うわ、気持ちいい。すごい。ありがとうございます。いや、絶好調じゃないですか。絶好調、早い。嬉しい。ゲーム数も早い。一応の設定変更後はちょっと恩恵あるかもしれないですけど、少ない追加回数でゲンチャレに入る方が高設定の可能性高い。なるほど。
レギュラーです。あとはパチスロ以外の趣味って何があるんですか？アニメ鑑賞です。お、アニメ鑑賞。そうなんです、なのでめっちゃ打ちたい台が増えていきます、アニメ好きだから。あのカラクリはパチンコから入って、あ、面白いなって思って見たんですよ、アニメを、したらさらに面白いなと思って、いやめちゃくちゃ名作です。じゃあいいですよね、え、じゃあ延々もそうですか？あ、延々はアニメからです。アニメから、アニメを見ててってことですか？はい、じゃあ結構見てますね、アニメ。そうですね、そう、やっぱりそのコンテンツ力って結構武器になるんですよ。あの僕パチスロ必勝本という媒体に所属してるんですけど、そこに、まあ、年齢不詳、あの永遠の18歳って言ってて、多分俺より年上なんですけど、なるほどなるほど、はい、あの仮面をかぶった街道皇帝スロカイザーっていうおじさんがいるんですよ。あ、スロカイザーさん、はい、この前お会いしました。お会いしました。やばい、まあやばいって言ったらまあごえないか、やばいんですけど、あのおじさんすごいあの面白い方です。そう、あのおじさんはコンテンツ力がすごいんですよ。すごかったですね。いわゆるあの萌え系が好きみたいな、で興奮すると何言ってるかマジ分かんないです。あ、分かんなくなっちゃうんですね。ちょっと再現しましょう。どうぞどうぞ、何でも出るぞ、すごいじゃないっていう感じなんです。いや、まあ、確かに何言うんですかね。でも確かにそんな感じです。そうそうそう、そ興奮して興奮しちゃって、うん、本当に。え、それは結構この演出とか絵とかに、絵とか、まあ、キャラに推しがいたりとか。そうなんです。それすごい興奮してましたね。そう、はい、でもそんな人でもやっぱもうベテラン選手なんで、やっぱコンテンツ力があるっていうのはすごい武器になると思います。じゃあ今後、はい、パチスロになってほしい作品とかあります？うわー、めっちゃ迷いますよね。めっちゃ迷いますね。これは迷うんですよね。うわー、悩む悩む。ワンパンマン。あー、ワンパンマンね。パチンコ出てるじゃないですか。パチンコありますよね。スロットにもちょっとしてほしいなと。マリアちゃんはなんかある？私はもうね、ジョジョです。あ、ジョジョね、うん、なるほど。ジョジョがなったら本当に破産するかなってだからなってほしいけどなってほしくないっていう。なるほどね。まあやっぱね、そういうのがいつかなるかもっていうのもまた一つ楽しみでもあるよね。いや、そう、楽しみですよね。自分なりにここはこの演出になりそうだなとか、フリーズ絶対このシーンだろうなみたいなあるじゃないですか。熱いですよね、演出を予想しちゃう。結構じゃあアニメは幅広いジャンルですか？幅広い、や、うん、そうですね。でも結構深夜系とかのが好きです、うん、萌え系というかラノベとか、ああいう男性が結構、異世界とか、はい、好きなアニメの方が好きですね。おー、うん、入りました。おー、早い。また？え、またケンちゃん入った。これ、アズアズの台、上の可能性ありますわ。2回くらいで行きますよ、今。3の倍数以外で当たるのも高設定の挙動なんで。おー、うまっ。ちょっとうますぎませんか？うまい。ちょっと引きが強すぎませんか？あの 50% を 50% 以上で当てられる人はこの業界で成功します、うん、間違いないんで。間違いないですね、はい、本当に。普段はどうなんですか？あの引きが自分的にはなんか結構強調とかも、うんうん、通常時に引いちゃってうわーみたいな。あ、タイミングが噛み合わない系の人ってことですね。そうなんですよ。めっちゃ引き強そうですけどね、なんかもう。なんかわかる。もう、持ってる。持ってる人の匂いですね。めっちゃわかります。お、お、小泉ちゃんだ。次回天国のチャンス。おお、うん、お。確かに、思わせぶりじゃないもんね、大龍は。あ、そうです。あ、なるほど。一発で来てくれるんで。だから、私は結構チャンス告知が好きなので。あ、はい。マリアちゃんも振り回されたいタイプ？私はもう割と振り回されるって分かってて振り回されたい。あー、理解した上で。おー、早い早い。すごい。でもこれもまた振り回されるって分かってて振り回されてる感じですね。振り回されてあげようみたいな。あげようなぜか上からみたいな。あ、黄色です。黄色だ。さあ、私600ゲームに到達しまして。天井ですね。はい。お、俺もお父さん緑にテリフ。あら、あ、で、サクサクなんで多分当たりそうです。あら、一応ボーナス単発後の200ゲームって合格以上確定なんで、これで多分当たったっぽいです。
と上がりました。おめでとうございます。632ゲーム。もう AT 入ったら一発で戻ってきますから。ちょっと待って、1枚足りない。あのこれあるんですよ、あの確定画面で追加投資する側の人、俺もそうなんですよ、そういう星に生まれた人いるんで一定数。変なとこしか見せない。でもあのそのために台を追加する人は俺初めて見ましたね。で一応僕も今当たりました、やっぱり。お、素晴らしい。200ゲームのゾーンを生かす。やっと当たりました、はい、レギュラー。レギュラーボーナス。青だ。修羅の道が始まりましたね。修羅が。早い。修羅の道早い。修羅の道早いですね。あ、私にも小読みさんが。おお。あ、いいですね。いらっしゃいました。ありがとうございます。お、何？あ、多分暑いですよそれ。これ来ました。もう一発？もう一発。はい。なめんじゃねえ。おめでとうございます。ありがとうございます。よし、ピック。せめて黄色。せめて、せめて黄色。あー、あー厳しいです。なかなかおめでとうございます。このなんか当たりやすさは魅力ですよね。魅力。 AT 入んないとなかなか出ないんですけど、うん、レギュラーボーナスでした。あ、黄色。でも黄色です。なんとかしたい。あ、待って。あ、行きました。そうそう。ジャクチェで。いいですよ、いいですよ。一発目、ジャクチェ。青です。まあ、赤なかなかいかないっぽいんで。あ、赤カットイン。レギュラーで。赤カットイン。一ゲーム目です。ありがとうございます。昨日は変わんなそうですね、レギュラー中も、うん、おっと、あー、え、来い、いけ、いけ、あー、あー、おー、いけ、2段階、2段階、あー、ちょっと私も思わせぶり嫌いになりそうです。危ない、危ない、なりそうですか。この丸弦ってデフォでしたっけ。丸弦はですね、広角下だったかと思います、多分。出たらもう結構広角にいることが多い。あ、でやっぱ夕方行ったんです。すごいいいと思います。そういういろんなところにアンテナをちゃんと張れてるのが。確かに。疑問に思うって大事ですもんね。確かに。いや、すごいなと思って。お、青は珍しいです。おお。どうかな。ジャス。なんかいつも赤の炎のイメージなんですよね。初めて見ました。うん、いきました。お、高確率、高確率いきました。終了のデフォルトです。いけーいけー、あーはーってね、あー恥ずかしくなってきた。あー、釣れたぞ、釣れたぞ、すごい。やっぱさすがです。ありがとうございます。さすがです。こんなくだらない茶番にお付き合いいただきましてありがとうございます。